はこんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日は2月の9日火曜日でございます。今日はですね、こちらネギですね、まあ、前回の動画でもお伝えしたかなと思うんですけども、このネギやっております。で、並べてね、育苗をやっているという形ですね。まあ、こちらはね、もう完全に温水のハウスでございます。温水を這わせて、こちらですね、加温をしているというような形になりますね。まあ、長ネギのね、最適な成長気温というのは、皆様方にも前にもお伝えしたかと思いますけども、10度から20度。それをね、しっかりと確保して、育苗していきたいということで、このような形でやっております。まあね、2月ね、今ね、9日でしょ。ずっと寒くてね、ここのところね、雪も降って気温も低い。ね、で、来週あたりからちょっとずつね、プラスの気温も出てくる形でございます。なので、もうちょっとね、育苗の方楽になってくるんじゃないかなとは、思っておりますね。はい、で、今日のね、そして、動画の内容なんですけれども、まあ、こちらですね、支援金と、まあ、こちらですね、大雪に関わる支援対策のポイントということで出ております。まあ、農家の皆様方向けの、こちら話でもありますんで、今日はね、ちょっとこちらの方をね、やっていきたいなと思っております。まあ、皆様方ご存知はご存知かなと思いますんで、今一度ね、整理しながらこちらですね、農林水産省と、経済産業省のこちらホームページで、こちらですね、載っておりますんで、よろしければね、リンク先貼っておきますんで、各々でね、確認の方、ぜひよろしくお願いいたします。まずね、こちら、売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給ということで、ね、こちらの方、ね、やっていきたいなと思っております。対象としましては、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により、影響を受け、売上が減少した、中堅、中小事業者、向けて、こちらは出されているよということになりますね。で、要件としまして、ね、これもらえる要件ですね、支給される要件としましては、緊急事態宣言の再発令に伴い、1、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接間接の取引があること、農業者、漁業者、飲食料品、それから割り箸、おしぼりなど飲食業に提供される財、サービスの供給者を想定、または、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出、移動の自粛による直接的な影響を受けたこと、旅館、土産物や観光施設、タクシー事業者、等の人の流れ、人流減少の影響を受けたものを想定と、により来年、本年の1月から3月のいずれかの月の売上高が、前年比で、こちらですね、50% 以上減少していることということで、書いております。なので地域ね、関係なく、去年の売上と今年の売上を対比して 50% 以上減少していると、こちらですね、今日支給の対象になりますよということです。まあ基本ね、農家の方ね、かなり大ダメージ受けてる人いるんじゃないですかね。私は北海道北斗市で、まあこちらで、ね、農業の方を営まさせていただいているんですけれども、この時期というのは出すものがですね、今のところないです。ほうれん草は出してるんですけども、まあこれまちまちで、去年私ほうれん草この時期やってません。なので、今年はね、今、真っ最中でほうれん草出してるんですけども、なので私はね、今回のこの支給に対しましては、応募資格ありませんので、こちらですね、何も私としては、ないんですけれども、まあ農業の方で去年とね、対比して、まあどっかにね、野菜を納めているだったりとか、ね、飲食店とかにね、納めてる方もいると思いますし、まあそういった方ですね、で、売り上げが去年と対比して、まあ一月あたりですね、どっかで 50% 以上が減少している、そんな形であれば、こちらの支給対象で、なるということですね。で、支給額というのがですね、法人は60万円以内で、個人事業者は30万円以内の額を支給ということで、算出方法はここに載ってますんで、おのおので、確認の方してほしいかなと思います。なので、農業関係者、ね、個人事業主の方多いかなと思いますんで、そういった方はですね、こちらの方で30万円支給の対象になるかもしれませんのでね、今一度、ご確認の方いただいて、こちらはぜひ申請してほしいなと思います。やっぱり売上減少してる方多いんじゃないかなと思いますんで、これはですね、すごくね、ありがたい、こちら支給なんじゃないかなと思いますんで、一度ね、ご確認の方よろしくお願いいたします。それから次なんですけども、こちらはですね、令和2年から3年までの冬季の、大雪に関わる支援対策のポイントということで、こちらもね、先日、ほんと先日ですね、まあ、北海道新聞にちらっと載ってたやつなんですけれども、
これがね、農林水産省にちゃんとしたやつでね、載ってましたんで、これもまたね、リンク先貼っておきますんで、まあ、ぜひね、見てほしいなと思います。どっちにしろね、これあれなんですよね、まあ、説明受けたんですけども、まあ、役場か、ちょっと農協を経由して、こう、申請する形にはなるんかな、という形ですね。北海道北斗市、我々の地域であんまり聞かないけども、やっぱり、私も対象になるのかな、どうなのかなっていう形で、この間農協行って聞いてきたんですよね。ですが、今のところ、私倉庫用ハウス、ちょっと潰してます。んで、まあ、機械入れてたハウスで、機械はなんともないんじゃないかな、まあ、使ってないんで何とも言えないですけども、なんともないんじゃないかなと思うんですけども、倉庫ハウスに関してはちょっとね、出ないんじゃないかなっていうふうにね、こちら、言われました。で、支援の概要なんですけども、このね、冬、雪害によって、ハウスを潰した。まあ、例えば、牛とか豚とか飼ってる人は牛舎、豚舎を潰した。ね、鶏飼ってる方がいれば、そういった、ね、鶏舎っていうんですかね、そういったものを潰したとかですね。それによって、苗がダメになってしまったりだとか、出す時期が遅れてしまったりだとか、機械がダメになってしまったりだとか、まあ、生き物ですよね。そういった方にも、そういった、豚さんとか牛さんとか、そういったのにも、やっぱり影響があったりだとかする方がおったらね、そういった方向けの、まあ、再建、まあ、ハウスの再建、それから修繕等の支援の、だよということで書いてますね。で、まあ、私が該当するかどうか、ちょっと今、農協さんに今聞いてる最中なんで、なんとも言えないんですけれども、農業ハウスの再建修繕の基本的な考え方ということでここに載ってます。これもね全部ね載ってますんで、おのおのでしっかりとね確認していただいて、農業者が組織する団体が申請しますなんで、私個人で申請するんじゃなくて、私が所属する例えば農協であったり、こちらですね市町村が事業主体であったりだとかするので、そちらを窓口としてこう国の方に申請していくという形になるんでしょうね、これね。なので、まあ、どうなるのかなっていうのはやっぱあるんですよね。これが補助事業として乗ってくるのかどうかっていうのもね、やっぱりありますんで。で、被災ハウス優先的に採択するっていうふうに書いてるんで、これが全て採択なんで、全部が当たるかったらそんなこともなさそうな気するんですよね、これね。難しいとこだなぁ。これで産地緊急支援対策もやっぱりこう自力施工を想定しており、資材費を補助する、まあ半額補助のね部類には入ってくるんですけれども、なのでまあ市町村の事業実施主体なんで、これがいつまでの期間でいつからなっててっていうのはね、全くね今のところちょっと書いてない形ですし、わかんない状態なんですよね。難しいとこですね。まあ私も対象になるのかどうかさえも分かってないので、あれなんですけどね。まあでもね、北海道より東北とか、あっちの、なんていうか、日本海側の人であったりだとか、そっちの方がやっぱ大変みたいですね。北海道はもう降るのを想定してて、雪かきとか、ハウスの除雪っていうのはやるんで、そこまでね、今年は、そんなそこまでこう、被害があったよっていうのは聞いてないんですけども、まあ、東北とかそういったニュースを見てる限りですと、かなりね、潰れてる状況っていうのはあるので、ぜひね、これはね、市町村の役場の農林課であったりだとか、まあ、地域の、農協さんであったりだとかに相談していただいた上でね、こちらの方ですね、しっかりとね、対策の方、ね、していかないとダメかなと思いますね。で、まあ私も何かあった時、こういうことがあるとね、やっぱり困るなっていうことで、ね、やっぱりね、一応収入保険には入りました。なので、収入保険入ってる方はね、そういったのも使うのもね、もちろんそうでございましょうし、まあ全額ね、こちらで補助されないとしても、半額は補助されますんで、まあそれもね、当てながら、しっかりとね、経営再建っていうのもね、していかなきゃいけないかと思うんで、そういったためにやっぱりね、収入保険っていうのはやっぱり若干考えておく必要はあるのかなっていうふうにね、今回もやっぱり思いました。で、まあ私も入ったんですけども、やっぱりハウス潰れるでしょ。育苗そんなのもやっぱ全部ハウスなんですよね。当然ですけどね。で、これ潰れるでしょ。育苗できないでしょ。ってことは野菜作れないでしょっていう話になってくるんですよ、今度。まあ苗が作れないっていうことは野菜植えれませんので、ね、ハシする場所もここでやるんで、ハシもできませんよって。まあ全部ね、潰れたとしたらもう本当に大変。で、うち基本的にトマト
とネギ、まあ主体でやってるんですけども、やっぱりトマトがね、やっぱりうちの、売り上げの半分以上占めます。なので、まあハウス潰れてしまって、で、トマトの苗も作れませんよ。まあ苗ができて買ってきたとして、できるようとしても、やっぱハウスが潰れてしまってる。というふうになると、まあ収入源を失ってしまうという形に、ね、なります。ハウス建て直すでもね、まあすぐにできるわけじゃないですからね、こういうのがね、あればね。うん、雪解け待ってですよ、本当に。で、しっかりとこう乾いて、できるようになってからこう施工するって形になるので、いやー、これ本当にね、今年の雪害というのは結構深刻。岩手のこうニュースとか見てると、30億とか言ったっけかな、うん、そんな形で書いてましたね。うん、なんでね、本当にこう、多大なこう影響というのがね、この今回の冬、あったのかなっていうふうには思いますね。なのでね、まあ、私がこうやって言うのもあれですけども、収入保険、なるべく入れる方は入ってた方が本当にいいんじゃないかなっていうふうにね、本当に思いましたね。うん、まあ今回ね、こういう形でね、いろいろまあ国もね用意してくれてはいますんで、しっかりとねこういうのをね活用してもらった上でねやってってほしいなというふうにね私も思ってますし、うん、しっかりとね、こちら対策の方で国の方にもねしていただきたいなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。まとめますと、まあ、法人60万、個人事業員30万、ね、一月あたり 50% 前年度から減っている月があれば支給の対象となりますので申請してくださいねっていう話と、それからこちらですね、冬季の雪害によるビニールハウスの倒壊ですね、これで影響を受けた方ですね、しっかりとね対策ありますんで、こちら農林水産省のホームページあります。あとは地域の役場ですね、農林課であったりだとか農協さんの方にしっかりとですね聞いていただいて対策の方ですね、まあ、私も今申請というか聞いてる最中でございます。倉庫用のハウスは対象になるのかなんないのかどうなんでしょう。私は潰れておりますが、お願いします。本当にね、機械がどうなってるかちょっとまだね全然触ってないんでわかんないですけどね、まあ一応私も影響を受けてますんで、こちらの方はねしっかりと今後もやっていきたいなと思います。また申請で、進展がありましたらね、お伝えしていきたいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも本当にご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画で、バイバイ、またね。